ありがとうございます。移動可能なところからですね、発射できる、あるいは射程が伸びている、それから一度にたくさんのものを発射すると、本当にこれ危険そのものだと思います。資料の3をご覧になってください。これほど多くのものがあって、そして私たちはこの脅威にさらされている。しからば、じゃあこれをどのように止めればいいのかと。北朝鮮の核ミサイル開発に歯止めをかけるためには、北朝鮮の資金の流れ、これを規制することが何よりも必要ではないかと。北朝鮮の GDP ってどれぐらいですか。事務方で結構です。通告してますけど、誰が答弁しますか。いや、通告してますよ。ちょっと委員長止めてください、こんな簡単なところで、はい、答えられますか。即興止めてください。滝崎大臣官房審議官。お答えいたします。2015年現在で 34.5 兆ウォンというふうに処しております。原内君。それぐらいですね。つまり日本でいうと小さな県の一つの GDP ぐらいしかないんですよ。でそこがどうしてこんなにミサイル核を開発できるかと、どこからこのお金が来てるかと。この間の委員会では外務大臣と中国の石炭の輸出ですね、で中国は止めてるかどうか、3月分の推計がもうじき出てくると思いますから、それを見て本当にそれ実効性が上がってるかというのを僕らは検証しなきゃいけない。それに加えてですね、資料2をご覧ください。これ私たち反対したんですよ。北朝鮮系の信用組合の破綻処理の概要、今日金融庁来てもらっていますけども、これ朝銀ですね。拉致議連でもこういうものに公的資金入れていいのかと。結果我が国の税金が北朝鮮に渡り、ミサイルや核の開発に使われるんじゃないかと、こういう懸念を数字にわたって表明をしてきました。金融庁に聞きます。北朝鮮信用組合の破綻処理における公的資金の投入実績、回収の状況はどうなっているのか。それからこれ外務大臣にも聞きますが、これは本当の日本の金融機関ですか。そうですか。朝鮮総連と一体なってるんじゃないんですか。北朝鮮系の信用組合から北朝鮮に送金されているという事実はないのか。この3点について聞きます。金融庁、西田総務企画局審議官。お答えいたします。預金保険機構におきましては、預金保険法に基づきまして、日本の他の金融機関と同様に破綻した北朝鮮系信用組合16組合の預金者保護のために受け皿金融機関に対して1兆1443億円の金銭贈与を実施しております。なおこの金銭贈与につきましては、破綻した金融機関の預金者を保護するためにその債務超過を解消すべく受け皿金融機関に対して実施されておりございまして、その後解消を図っていくという性格のものではございません。また預金保険機構から委託を受けました整理回収機構が破綻した北朝鮮信用組合の不良債権を2009億円で買い取っております。この買い取った不良債権につきましては、整理回収機構が預金保険機構と連携しながら厳格な回収に努めているところでございまして、28年3月末現在で2587億円の回収を行っているところでございます。岸田内務大臣。北朝鮮系の信用組合については、このご指摘のこの経営破綻のその責任追及の過程において、朝鮮総連への不正な資金の流れが明らかになったと承知をしております。これらを踏まえ、金融庁において厳格な捜査監督を実施しており、朝鮮総連からの経営の独立性が確保されているものと承知をしております。また北朝鮮系信用組合に対しては預金者保護の観点から公的支援が行われましたが、この北朝鮮系信用組合を含めたすべての信用組合は北朝鮮に送金することができないものであると承知をしています。現時点において朝鮮総連が北朝鮮系信用組合の経営に関与していることや、
北朝鮮信用組合から北朝鮮に資金が流れていることは確認はされていませんが、引き続き関係省庁と連携しながら適切に対応していかなければならないと認識をいたします。委員長、原内君。皆さんこれ2ページご覧になってください。今金融庁が答えましたね。公的資金を1兆1443億円入れて、これ返ってこないですよね。これ返ってこないんですよ。それから2009億円で買い取りして2587億円で売ってますから、まあ差し引き500数十億円が国庫に入っただけと、ね、先ほど北朝鮮の GDP がいくらかと聞いたのは、あの GDP でこのミサイルや核は開発できないはずなんですよ。どこから来てるのか、もっと真剣にやるべきじゃないですか。あの旧経営陣の責任追及、それご覧になってください。これ僕が作った資料じゃないですよ。金融庁です。22件じゃないですか。いや、どんどん刑事告発しろと言ってんじゃないですよ。たった5件じゃないですか。1兆円を超える国民の税金を入れておいて、そしてこのような状況で、しかもその裁判の中で朝鮮総連と一体であるということが分かった、当時一体となってやっていたということが分かった、私たちが懸念してた通りじゃないですか。よくね、テロを未然に防ぐとか言ってる、しかし言ってることとやってることは違うんじゃないかということは厳しく追及をしておきたいと思います。そこでトランプ大統領、中国が為替操作をしていると言っています。マニピュレートで、私たちの政権もですね、批判をされました。お前らが円高を放置するからいけないんだと。あのこれ外務大臣に伺いますが、中国は為替操作をしているのか。私限りなくしているというふうに思っていますけども、その認識、それからよく我が方はですね、それに対して市場に任せているという認識をしています。マニピュレートは日本はしていない。このことについて2点お尋ねをします。岸田外務大臣。中国が為替操作をしているかどうかということについて、特に私はあの外務大臣の立場ですので、外務大臣の立場から何か申し上げるということ、これ市場への影響等も考えますときに、これは差し控えなければならないと考えています。米国についてはトランプ大統領、この中国の通貨安、これ批判したという報道を承知をしております。中国、米国はこの中国について監視リストに載せていること、これは承知しておりますが、ただ米国は中国を為替操作国には認定していないと承知をしています。引き続き、注視をしていきたい、このように考えます。委員長。原内君。私報道ベースで話してるんじゃないです。トランプ大統領の本をもとにやっています。さっきスター&ストライプス、これ米星条旗新聞ですけど、これは DOD が直接支援している、国防総省が支援している新聞だから信頼性が高いと思ってやってるんで、報道ベースで議論してるんじゃない。日本はマニピュレートしてませんね、財務省。財務省、田中大臣官房審議官。お答え申し上げます。我が国は G7 や G20 で合意している通り、為替レートは市場において決定されるべきこと、通貨の競争的な切り下げを回避すること、競争力のために為替レートを目標にしないことについてコミットしておりまして、為替操作は行っておりません。委員長。原内君。当然だと思うんですよね。よく通貨が安ければいいっていう人がいるけども、私それかなり一方的な、日本がかつて輸出大国であった時の考え方であって、ヨーロッパの政治家と話すとですね、やっぱり自国通貨は強い方がいいって言うんですよ。それはそうでしょう。自らの通貨が強くて信任を受けてるっていうのは国力そのものですから。でその国力をわざわざ弱めるというようなマニピュレートをする必要は僕はないと思っている。で今日ちょっと国力についても
議論したいと思いますが、財務大臣に通告をしておきましたが、皆さんのお手元の資料1をご覧になってください。これ大変深刻な、いやしかし見方によってはですね、ピンチをチャンスに変える数字です。生産年齢人口です。この赤いというか、日本のところをご覧になってください。先進国、主要先進国の中で生産年齢人口が最低となる、しかも急激な落ち込みを示している。国力がまさに、労働の生産によると仮定をすると、これ大変深刻な数字です。しかしこれをですね、仮に今15歳から64歳の生産年齢人口なんですが、20歳から74歳に取ってみる。そうするとですね、日本は点線のところをご覧になってください。日本は先進国の中でもトップに躍り出る。つまり働ける人たちの年齢を健康で高齢な人たちにまでシフトする。でそうすると私たちは、まあ、これそれでも急速な減少なんですけども、そのショックを和らげることができ、国力をある一定以上維持することができると、このように考えているんですが、外相のご所見を伺いたいと思います。岸田外務大臣。まずいかなる国であっても、国力を支えるのはこの経済であり、この生産年齢人口の減少、はこの日本経済が直面する重要な課題の一つであると認識をいたします。ご指摘のように、この15歳から64歳という形で労働生産年齢人口を考えた場合に、日本は他国に比べてかなり厳しい数字になる。一方で74歳まで取った場合には他国と遜色がない、逆に有利である、こういったご指摘がありました。それ、これはもう資料でありますので、その通りであると認識をいたしますが、そういったことを考えますときに、我が国としてやはり国民のにとって高齢になっても生き生きと働ける、こういった環境を整備していくという、この政策を進めていく、こうしたことの重要性も感じるところであります。委員長。原口君。丁寧なご答弁ありがとうございます。まさにその通りです。ただこのようにするためにはですね、かなり大きな政治力いりますよね。年金をどうするかとか、それから働き方をどうするかと。でこのためにはですね、与野党共通のプラットフォームを作って、そして早めに備えなきゃいけないというふうに思っています。報道を見るとやはり対立ばかりが目立つような報道ですけども、私たちは民主党を作ったときに、安全保障で国が割れるということは弱い国なんだと、むしろ右か左か保守か革新かではなくて、同じテーブルを作って危機に対応していこうとやってきたわけです。でこの労働についてもですね、同じことを与党の皆様にも、あるいは野党の皆様にも提案をしたいと思います。さて領土問題について、議論をしていきたいと思います。ロシアです。でロシアの入る前に、ロシアの皆さんに、先日サンクトペテルブルグの地下鉄でですね、起きたテロ、犠牲になられた方々に心から哀悼の誠を捧げて、ロシア国民にお見舞いを申し上げたいと思います。テロは断じて許せない。原口君。外相がしっかり行っている、今日明言されましたから。事務方で結構ですから、まさにそのイルクーツク宣言、東京宣言が結ばれた以降にですね、ロシアの大統領が領土問題は存在しないなんていうことを言った事案ありますか？あったら教えてください。これも通告してますけど。答弁お願いします。宮川大臣官房審議官。お答え申し上げます。イルクーツク声明について、ご指摘いただきましたが、
戦後70年を経た、現在におきましても北方四島の帰属の問題は未解決でございます。ご指摘の2001年のイルクーツク声明において、93年の日露関係に関する東京宣言に基づき択捉島、国後島、色丹島、歯舞群島の帰属に関する問題を解決する旨、明記し、この点はロシアと確認しております。また安倍総理とプーチン大統領は2013年4月の共同声明におきましてイルクーツク声明を含むこれまでに作成されたすべての諸文書および諸合意に基づいて平和条約の締結交渉を進めることで一致しております。加えて昨年12月の日露首脳会談におきまして両首脳は平和条約問題を解決する両首脳の真摯な決意を声明に書き込むとともに北方四島における特別な制度の下での共同経済活動に関する協議を平和条約の締結に至るプロセスの一環として行うことで合意しております。プーチン大統領自身記者会見で最も重要なのは平和条約の締結であると明確に述べていることを改めて述べさせていただきます。委員長、原口君。委員長、誠実に答えさせてくださいませんか。これ領土の問題ですよ。国家主権の問題なんです。新しいアプローチでロシア側から見ますね、外務大臣、領土問題の存在を認めさせられたっていうのは彼らにとっては失敗なんですよ。外交の我が方にとっちゃあのロシアにですねこれだけ認めさせたというのはそれものすごい長い時間かかったんですよ。そして私たちの先輩がそこにたどり着いたんです。なんで答えないんですか。領土問題はないって言ってるじゃないですか。そこと経済協力やるんですか。イルクーツク宣言以降領土問題がないと言ったロシアのトップの発言を教えてくれて通告してるじゃないですか。岸田外務大臣、ご指摘のプーチン大統領の発言、領土問題はないという発言について、この例えば、平成28年12月17あ12月7日、要は昨年末の日露首脳会談直前の時期ですが、日本テレビよりおよび読売新聞によるこのインタビューの中で、プーチン大統領は、我々はいかなる領土問題も全く抱えていないと考えている、ロシアとの間に領土問題があると考えているのは日本である、ただそれに続いて我々はそれについて話す用意がある、こういった発言があるということは承知をしております。委員長、原口君。外務大臣、誠実にお答えいただいてありがとうございます。発言してるんですよ。ものすごく下がってるんですよ。私はそれは善任できないということをこの場を借りてロシアにも言っておきたいと思います。先般ですね、シリアでサリンが使用されたと、100人以上の方が亡くなって、そしてそのうちの25人以上がですね小さな子供だったと、化学兵器を使っている、西側諸国はロシアが支援するアサド政権が使用したという立場で緊急の安保理が開かれましたと認識してますけども、ロシアはどういう立場ですか。事務方で結構です。岸田外務大臣。はい、4月4日、シリア北西部イドリブ県で化学兵器を使用したと疑われる攻撃が行われ、多数の市民が死亡したと承知をしております。ご指摘の通り、米仏はアサド政権が化学兵器を使用したと説明していますが、ロシア政府は国防省報道官がシリアの航空機がテロ組織の化学兵器倉庫を空爆で破壊したことが今回の原因であると説明をしていると承知をしております。委員長、原口君。日本はどっちの立場なんですか。委員長、岸田外務大臣。日本は化学兵器が使用されたという事実があるならば、これを強く非難するというこの発言を表明しております。関係国および機関による事実のこの早急な真相究明を期待すると
という態度であります。原口君、そのね、多くの国と仲良くするのはいいですよ。あのプーチン大統領、これなかなかすごい方でですね、今アメリカではあのディープステートっていうか、リアルディープステートって言いますけども、その戦争や新保守主義と新自由主義、このディープステートが暴走をして、まあ、トランプ大統領とそのプーチン大統領は結束してこのディープステートに当たるんだと、まあ、そんな都市伝説みたいな話もある。だから本当にその戦争をなくしてですね、平和にするっていうのはいいんだけど、本当に今みたいな答えでいいんですか。ロシアはクリミアとロシアを結ぶ橋梁を、クリミア大橋もうこれ完成させてるんじゃないですか。クリミアはウクライナの領土でしょ。日本政府の立場を教えてください。岸田外務大臣。ウクライナ情勢等につきまして、もう我が国としましては、法の支配を重視する立場から、一方的なこの、力による現状変更は認められない、こうした立場であります。ウクライナはじめ、アジアにおいても力による一方的な現状変更は認めない、法の国際法 に従った法の支配を重視していく、こうした方針は全く変わっておりません。委員長。原口君。私はですね、ロシアは例えばあの議会を見ていても、うん、非常にこうハードなことは副がバイスが言うんですよね。バイスが言ってそのアドバルーンを上げて、そして反応を見て、何も反応しなければさらに次はトップが言ってくると、非常にあの外交的にもですね、優れたしたたかな国だと思います。それはロシアの国民にとっては、あの下等政治がいいかどうかはロシアの人が決めることなんだけども、我が方はですね、しっかり言うべきことを言わなければいけない相手であると。それはあの外務大臣もお立場だから直接強い言葉は言えないかもわからないけども、少なくとも私たち国会はこの領土問題で何が起きたかということはですね、正しておかなきゃいけないし、この場を借りてロシアに第二次世界大戦の結果を受け入れてないのが日本だなんていうことをですね、言われて黙っておくわけにはいかないと思うんです。第二次世界大戦の結果ということで5ページご覧になってください。これがポツダム宣言です。8項カイロ宣言の条項は履行せられるべく、また日本国の主権は本州、北海道、九州および四国並びに我らの決定する諸諸島に極限せられるべしと書いてある。この諸島の中にですね、北方領土入りますか、尖閣入りますか。いや、事務方で結構です。滝崎大臣かもしれないか。お答えいたします。ちょっとまず尖閣の方について、のみお答えいたしますけれども、そもそも、まあ、戦争の結果としての領土の処理というものは最終的にはその平和条約をはじめとする、国際約束に基づいて行われるというふうに、理解しております。で、第二次世界大戦の場合は、同大戦後の日本の領土を法的に確定したのはサンフランシスコ平和条約であるというふうに考えており、カイロ宣言やポツダム宣言が日本の領土処理について最終的な法的効果を用いるものではないというふうに考えております。で、ご存知の通り、日本はサンフランシスコ平和条約第2条の規定により、日本が日清戦争によって中国から割譲を受けた台湾および澎湖諸島の領有権を放棄しましたけれども、尖閣諸島は購入台湾および澎湖諸島には含まれていないということであります。なぜなら尖閣諸島はサンフランシスコ平和条約第3条に基づいて南西諸島の一部として米国が施政権を現実に行使し、また1972年の沖縄返還により日本が施政権の返還を受けた区域にも明示的に含まれているからだということであります。委員長。原口君。北方領土はどうですか。宮川大臣官房審議官。お答え申し上げます。北方領土につきましては、1951年サンフランシスコ平和条約、2条の C 項におきまして、日本国は千島列島並びに日本国が1905年9月5日の、ポーツマス、条約の結果として主権を獲得した、
樺太の一部および、これに近接する諸島に対するすべての権利権限および請求権を放棄するということになっております。それに基づきまして、我々は北方領土については放棄していないという立場でございます。原内君、時間限られてますから結論だけ言ってください。私非常に今日不愉快なのは、こと細かく通告してるのに、しかも基本的なことを、これ空でも言えるようなことを、なんでそんな時間かかるんですか、妨害してますか。尖閣もですね、北方領土も我が国固有の領土です。で、それじゃ聞きますが、サンフランシスコ講和条約、これロシアどういう態度ですか。岸田外務大臣。サンフランシスコ講和条約には、ロシア当時のソ連、は参加していないと承知をしております。委員長。原口君。そうなんですよね。だからこそ私たちの先達が長い時間をかけて領土の返還ということをやってきたわけです。彼らにですね、一歩一歩国際法と正義に基づいて我が国の領土を返すように、不当に占拠しているものを返すようにということをやってきたわけです。尖閣についてじゃあ伺いますが、この間12月ですか、安倍総理がトランプ大統領にお会いになったときに、トランプ大統領は尖閣はですね、安保条約第5条、この 5ページに書いてます、第5条ですね、に基づくその範囲の中だという趣旨の発言をされたと聞いてますが、事実関係を事務方に聞きます。竹崎大臣官房審議官。お答えいたします。2月の日米首脳会談の後に、日米首脳共同声明というものが出ておりまして、そこに日米安全保障条約第5条が、尖閣諸島に適用されることを確認したと。両首脳は同諸島に対する日本の姿勢を損なおうとするいかなる一方的な行動にも反対するというふうに記述されております。委員長。原口君。それは日本のここに書いてありますね、第5条をご覧になってください。各締約国は日本国の姿勢のもとにある領域におけるいずれか一方に対する武力攻撃と。つまりこれ施政権なんですね。日本の施政権が尖閣に及んでいるということを言っているに過ぎず、これでですね、日本の新聞とか大喜びしたんですけども、別に大喜びするような話じゃなくて、クリントンさんも言った、オバマさんも言っている、当たり前の安保条約第5条をそのまま当てはめたに過ぎず、そんな喜ぶような話じゃないんですよ。もっと先があって、領有権です。領有権が日本にあるということは明らかですね、尖閣について。岸田外務大臣。尖閣諸島は我が国固有の領土であり、そもそも領有権をめぐる問題は存在しないというのが我が国の立場であります。原内君。失礼しました。つまり領土の問題を議論するときに、施政権と領有権とこの2つでですね、議論をしなきゃいけない。でアメリカはこのポツダム宣言の当事国であったと承知をしていますけども、事務方で結構です。そうですよね。竹崎大臣官房審議官。そのように理解しております。はい、原口君。とすればですね、今お手元のポツダム宣言の8項、この諸島、これがですね、尖閣が入っているという認識をアメリカは表明しても何もおかしくない、日本の領土であるということを表明しても何もおかしくない、そう考えるんですが、私の方がおかしいでしょうか。竹崎大臣官房審議官。お答えいたします。ちょっと先ほども申し上げましたように、戦後の処理、領土の処理としての文書というのはサンフランシスコ平和条約というものですので、このポツダム宣言のその文言を取って、これがいかなるものかというふうにちょっとご説明するのは差し控えたいというふうに思います。委員長。原内君。ということはサンフランシスコ講和条約で我が国の領土というのは確定したと、カイロ宣言とかポツダム宣言というのは戦勝国の我が国の領土処理の一つの手順を決めたに過ぎず、確定したのはサンフランシスコ講和条約だと。それにしてもですね、じゃあ聞き方変えますが、
サンフランシスコ講和条約によって尖閣諸島は我が国の領土であるということが確定したと、こういう認識でいいですね。滝崎大臣官房審議官、お答えいたします。まあ、そもそも先ほど大臣からもご答弁申し上げたように、尖閣諸島は我が国の固有の領土で、別にあのサンフランシスコ、平和条約の前からも我が国の、固有の領土であったということでありますけれども、先ほど申し上げましたように、このサンフランシスコ平和条約の第2条 B によって、日本がその領有権を放棄した、台湾及び防護諸島には含まれていないということですので、何らそのこのサンフランシスコ平和条約によって、尖閣諸島の、が我が国固有の領土であると、いうことに変更があったということではないということであります。委員長、原口君。つまりもともと日本の領土であって議論がの余地がないと、そういうことですね。竹崎審議官、そのような理解で差し支えないと思います。委員長、原口君。ということであればですね、アメリカ政府も同盟国として施政権のみを言うんではなくて、我が国固有の領土であるということを認めればいい。私は外務大臣ですね、東ドイツのことをよく思います。ソ連に、東西冷戦の時代にですね、ある意味ソ連に最も忠実だった国、東ドイツで、その東ドイツが、ベルリンの壁が崩壊をし、ソ連邦が崩壊をするときにですね、どういうことになったのかと。で、我が国の領土を守る、我が国の主権を守るということができるのは我が国だけである。先ほど申し上げたように、今それは同盟国アメリカ大事にしなきゃいけません。しかしアメリカにもアメリカの事情がある。そして2001年からしてもですね、16年間戦争を継続している。日本は日中戦争から15年で敗戦を迎えました。15年戦争を続けるということがどれほど国に対してですね、大きな負担をかけるのか。だから我が同盟国がどのような状況にあるのかということはきっちり議論をしながらやっていかなきゃいかんということを申し上げたいし、メイ首相がですね、トランプ大統領と会見をしたときに、もう世界の警察官そういったことをについてやる時代が終わったんだと言ったことは大変大きなことだと思います。200年続いた英米の彼らがルールを作り、彼らが世界の安定を図っていた時代にですね、大きな変革が来ている。だから我が国が構想力を持ってアジアをどうするんだ、我が国が世界をどうするんだということを主体的にやるべきだということを申し上げ、委員長にお願いしますが、領土問題についてもぜひですね、集中的な審議をお計らいいただければということを申し上げて質問を終えたいと思います。ありがとうございました。